はい、皆さんおはようございます。おはようございます。ということで本日はガチンコ女子ゴルフ部の皆さんに登場していただきましょう。こっちが来た時は微動だにしないっていうのね。こうね、前半はね対決しようっていうのをやったんですが、まあ、ただ真剣にゴルフをやってもらって、スコアがそれぞれ出てですね、まあ、後半の9ホールに関しては、コースマネジメントだとかアプローチとかいろいろこの打ち方も関してですね、まあ、レッスンをしながら、瀬戸ちゃんに関しては30代ですね、はい、まあ、70代を出すっていうのが皆さんの今年中の目標として、りな、ちゃんとひかりちゃんは、まあ、40前半を目指してやっていこうと、はい、お送りしていきます。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。では早速いきましょう。はい。338ヤード。短いけど狭い。おー、ちょっと左。いいゴルフ場です。千葉県にあります市原ゴルフクラブ、市原コース、中コースです。中コース。ご飯を食べた後半もあります、はいはい、どうですかひかりちゃん、市原コースの印象は。綺麗ですね、はい、クラブハウスが超綺麗、超綺麗。お昼の後はフックが出やすいので体を回します。はい、お願いします。お願いします。もう前半はドライバーも100点だから全部フェアウェイ、うん、ナイスショー。ちゃんとアドレスをなんかね修正して結果、最高の左フェアウェイ、はい、ありがとうございます。ドライバーに関しては本当に言うことない。じゃあアイアンがちょっと、おー、ナイスナイス。 OKOK、 バンカーに行っちゃうかな、はい、手前、よかった、止まった、よし、うん、光選手はね、やっぱ打ち終わった後バランスまだ崩してる傾向あるのは、はい、足裏にもちょっとこうグッて地面を掴むようなエッジを効かせられるという、ちょっと今こう屈伸して膝がこう出ちゃう屈伸だから、お尻がこう張ってくるような屈伸になるという、こっちに力が入るようなこう屈伸になるという、お願いします。はい、お願いします。おー、耐えた。わー、大丈夫大丈夫大丈夫、コース前半最後ちょっと左行ったミスで終わったんで、はい、今のはだいぶ良かったと思う。もうちょっと向ける意識を、そうそうそう、もっと体止めないようにする、体、はい、体の回転を止めないように、はい、まあ、今年中に70代っていうことで、今年もでもなんだかんだ、そうですね、もうね4月なんであと8ヶ月弱ということで、3分の1ぐらいは行かけてる、まあ、順番にね70代への道といっても、うん、まずひかりちゃんは安定した100切り、はい、ね、りなちゃんも 80、はい、80代を目指すって感じで順番にやっていくのと同時に、やっぱりこうゴルファーとしてのマナーとか最低限のね、まあ、ルールとかその辺もしっかりこう人に伝えられるくらい成長していってほしいなと思います、はいはい、実妙絶妙、花粉を飛ばしたよ、花粉めっちゃ飛んだぜ。なんですけど、ややロフトがこうなるか8番かなっていう、うん、ピンが奥の時は、はい、ヤーデージの距離まで打っちゃダメで、つまり奥が狭いから、はい、113で113以上いっちゃダメって思わないと、だから110とか100、結果的に105とかでいい。あー、バンカーやめてほしい。これはね、せっちゃんやっぱりピンをまっすぐ狙った結果って感じ、やっぱりグリーンセンター狙わないとね、これはピンが左に振ってあるから、はい、やっぱりそれを狙ってミスショット打ったらなっちゃうからね。101、へい、101、58で、58、弱い、うん、100くらい、 A で、 A ね、 OK。おー、ナイス、安全な右方向、右ちゃんと狙いました、右ちゃんと狙いました。大人なゴルフするよね。74ヤード50度で、はい、ダウンブローに過ぎるとスプ抜けちゃうんで、はい、ちょっと払い打つくらいの感じで OK ですね、はい、
ノイス。飛んだ。グリーンに行っちゃいましたね。52。はい、52です。結構傾斜きついですね、これ。うわー、それでも弱い。うん、ライン良かったですけど。はい。うまい。うまい。うまい。マレル。傾斜結構あんのよ。うまいよ。ナイス。この影の先っちょぐらい見た。自分のマークを見失ってる人がいます。ちょっと見やすいマーカーにした方がいい。あ、ちょっと出します。いろんなところでハプニングが起きます。なんかいろいろ起きてる。全然入んなそうだもん。いや普通に構えてて外れるだろうなっていう構えしてますよ。いやラインはすごくいい。ナイスナイス。ラインは完璧。もうちょっとか。ナイスパー。ありがとうございます。なんで外したんですか今。上りで肩がこっち側にこう傾いてるから、うんうん、こっち狭くなってるからちょっと強めに入った時に弾かれる可能性ある。届け。マジオッケー。ダボになったかな。そうです。やっぱりミスが2つ続くとね、ダボですね。いけない70台の位置は。あ、やばいやば。それをちゃんと入れれば、慎重に。まあ慎重にやったのかどうかわかんないけど、もうちょっとなんか時間かけていきやすいです。やっちゃいました。162ヤード。はい、162ヤード、2番ホール。8番。8番ヤンです。このグリーンも結構傾斜強いんですよね。右。ひどい出たね、ひどいのが。目つち。107ヤード、OK。9番や。9番。うお、ナイス。飛べ。うん、わー、ナイス。OK。足裏にしっかりこうね、エッジを効かせてね、ひかりちゃん。多いよ、いいよ。うん、ドローしてきてる。大丈夫。止まってくれた。オッケーオッケー。ナイス。ちょっとかかとにやっぱり体重入っちゃうよ、こうやって座った時に。こう、体重かかとに入んないように常に足の指の付け根と母子球で。母子球。そう、こうかかとに入ったらもうこう起き上がっちゃうから。おお、いいよいいよ。うん、飛べ。ちょっと開いた分。トイトイトイ。ここでボギーになりました。ドンマイです。記録が。今日はノーボギーで回りたいと思ってました。ドンマイです。鳥からしてちょっと弱そう。見た目なんか普通ですけど結構傾斜強いんですよね。うわ、結構乗ってますね、これ。さあ、いいヒントを見たよ。だいぶ。ヘルトアップ。打ちすぎた。止まれ止まれ止まれ。おお、ナイス。カモン。おお、はい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 。おお。わ、結構いく。
瀬戸原先輩。おお、切れる。難しいゴルフか。ほう。うわあ、傾斜が強いよ。もう、す。いい、ナイスボギー。ナイスボギー。うん。382ヤード、おなじみのホールです。ちょっとでも、上げっぽい。上げっぽい。右を怒ってきそう。完璧。よかったですね。完璧なんですけど、超完璧。伸びていきます。すごいな。おお。でもクラブも合ってそうだね、道具が。そうですね、ドライバーすごいいい感じです。うん、いやいや、真ん中いっとるわ。真ん中だけどね。うん、ナイスナイスです。トンボ全然見えへんかと。シリナ選手は T もうちょっと下げたいかな。もう5ミリくらい。それ天ぷらするよ、その高さ。結構高い。やっぱりちょっと上半身からまだ手元から切り返そうとする力が入っちゃうから、はい、悪くはないんだけど少しこう右に傾きすぎちゃうっていう感じで、はい、あの動き自体はね、ドライバーの動き自体はこういう動きは決して悪くないんだけど、まあ、そこでもうちょっと体重が左にしっかり入ってこないと、移ってこないとダフるっていう、まあ惜しいよ、惜しくなってるよだんだん、はい、172ヤード5番ユーティリティ。おお、捕まる捕まる。あ、当たったい。ワンペラかもしれないね。108ヤード9番。高さがポーンって出るイメージで打ちたいね。はい、風もフォローだし、そうですね、エッジからピンが近いから。はい、あ、捕まった。ちょっと左だけど。惜しい。惜しい。ワンオンしない。108。103ぐらいだね。うん、52度。52度。OK。わあ。ちょっとね、振り回しすぎたね。ね、今上げすぎました。やっぱアプローチウェッジは重たいからさ、控えて、やっぱフルショットするとああいう球出やすいから。ああ、うん、かもしれないです。あ、下から上に振らないように。はい。ダウンブローで振れる動きをしないといけないね。しましたね。72。はい、72。ナイスです。はい、おー、止まった。ちょっとフォローに乗っちゃったな。うん、60ヤード50度。あ、乗る。ナイスオン。ナイスナイス。はい、あとじゃなく構えの時点で、構えの時点で、まあやっぱ左飛びそうだなってアングルしてるんで、やっぱこれはまあパターンも一緒だけど、ちょっと打ちたい方向に目を向ける感覚がちょっと鈍感だから、もう少しそこは意識した方がいい。面の向きを。そう。うまっ。うまっ。これはまあパーフェクトでしょ。ここからの大変。はい。いい感じ。ピッチングで。ピッチング。この間教えてもらった転がす。レースのやつですね。うまっ。やった。うまっ。おー、よかった。めちゃくちゃうまい。やった。ナイスタッチ、ナイスタッチ。
よそれ。おいや。結構強気で打つね、セッションショートパットね。そうですね、なんか。マークすんのかい。マークすんのかい。ミスパー。よいよ、ナイス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 。あ、切れないと思ったの、大ちゃん。ちょっと右カップ目に行きました。でもそこに出なかった感じ。そうです。まあ、左に打っても今、そうです、最初から。